シモヘイヘ。スナイパーとして史上最多数のソ連軍を殺害したことから、彼は白い死神と名付けられた。ロシアとの国境近くに位置する小さな町、ラウトヤルビで生まれ、漁師兼農民として働いていた。若い頃から銃の扱いは慣れており、農家での仕事休憩の際も常に練習をしていた。そのため射撃の大会では数多くの賞を贈られている。狙撃の才能はある。しかし本当の才能は彼のたゆまぬ努力が人より多かったからである。1939年、フィンランドにソ連が侵攻し、冬戦争が始まった。ソ連軍45万人に対し、フィンランド軍は16万人。圧倒的な戦力差であり、誰もが負け戦と思っていた。しかし、フィンランド軍には兵力差を埋めるある作戦があった。天候と環境の利用、寒波を待ち、真っ白な服を身にまとい、自然と同化し、ソ連軍をおびき寄せ反撃を狙う。モッティ戦術、主にフィンランドの地形を使った森林や湖沼を利用した戦術。環境の影響で細長い渋滞で進軍せざるを得ないソ連軍。フィンランドのスキー部隊の機動力を使い、側面や後方に回り込み奇襲をかける。そしてバラバラになった部隊を包囲して数少ない兵力で有利に戦う。これは地形を知り尽くしているフィンランドだからこそできた戦術である。そして下平平はオッラー川の防衛を任された。ここには4000人のソ連軍に対しわずか32人で守り抜くことを強いられていた。知っていると思うが、我々は数で負けている。だが地の利を生かし部隊をバラバラにしたところで包囲することができれば勝機はある。私の作戦を信じてくれ。一人125人撃てばそれでなんとかなりますね。シモヘイヘイだけでなく、フィンランド軍はスナイパーライフルの扱いに長けており、ほぼ全員が猟銃を扱い、特にこの6人は狙撃に一目置かれた人物だ。125ってもうしんどくね。集中しろ。大会と比べたらだいぶ楽じゃない。スナイパーライフルだけでなくサブマシンガンも使える凄腕集団であった。フィンランド軍は丘の上を陣取り、川を渡るソ連軍を次々に狙撃し、何もないところから撃たれているとソ連軍は錯覚していた。何より下平平の強みがこの連続した射撃と精度を両立していたことで、150メートルの距離から1分間に16発の的中に成功していることだった。丘の上を丸ごと潰すぞ、行けー。なかなか突破できないのを見かねて戦車を出してきたソ連軍。しかしこの戦車は一人のために出したものらしいぜ。マジかよ。さすがにこっちがやられるわけねえよな。そんなことよりどうだ、一発決めてかねえか。本当か、俺にもやらせてくれ。おいお前らしっかり監視。銃口を狙った下兵衛、次々と戦車を爆発させた。ソ連軍は一向に前進できないまま3ヶ月が過ぎた。カウンタースナイパーの良いだ、奴を出せ。下兵衛、聞いたことないな。そいつを殺せば俺の仕事は終わり。ボランティアはしない主義だ。やつの道は大体予想ついた。ここから約300メートル、仮に位置が割れてもこの距離から急所を狙えるやつそうそういない。ん、注目。へいへい。シモヘイヘイは300メートル以内であればほぼ確実に頭部を狙撃できた。カウンタースナイパーアレクサンドルの範囲はスコープの反射した光をヘイヘイが見逃さなかったからである。気づけばシモヘイヘイが
狙撃で戦死させた数は500を超え、ソ連軍は一向に突破できないまま、この丘に恐怖を感じ始め、殺戮の丘、彼らはそう名付けた。白い死神だ。丘に入ったら殺される。死ね、カウンタースナイパーでも歯が立ちません。このままでは。付近にいる部隊をコンラー川に集結させろ。何としてでも下平平を殺せ。何としてでもだ。目標は一人だ。身のために命を捧げろ。怖い。一点集中した姿を次第に周りの雑音や無駄な背景を削ぎ落とし、獲物を捕らえやすくした。彼から放つオーラは数十メートル先の敵からも伝わるほどだった。これが死。あれ、なんで俺こんな光景見てんだ。俺の女房と娘だ。いい顔してんな。もっと一緒にいてあげられたらよかったな。ごめんな。ごめんな。見つけたぞ。進め。サブマシンガンの周りの人より軍を抜いて馬だった。丘を登ってくるソ連軍を近距離で倒した。しかし下平平を殺す。ただその一点の意志があまりにも強かった。一人の教師から複数の意志は次第に何倍にも膨れ上がる。そしてふむ、なるほど。こりゃきついわ。下平平、上顎骨、下顎骨および複数損傷により戦線離脱。あらら、シンマさん顔半分ないじゃないですか。あら、いつも、あら、急いで運ぶぞ。100日以上の長い戦いが終わった。下平平が目覚めた時には戦闘は終わっており、仲間たちが食い止めていたおかげでフィンランド軍はソ連軍を退くことに成功した。なるほど、練習だけでここまで成果を上げる。あなたに敵はいない、そんな感じでしょうか。いないと言えば嘘になる。強いて言うなら、自分の敵はいつでも自分です。Thank you.